なんかまあ未来予知とかね、意味はわからん行動してくるんだけど、なんかそれを言い訳にしてるようだよね。なんか二流感あるよね。まあ普段、俺が静かに CPA とやってる時って、なんて言うんだろうな。まあ、CPU の攻撃って無理なんだよね、普通に拒否の。まあ、じゃあどうやって拒否るかって言ったら、まあその、相手の CPU じゃとかじゃなくて、相手のキャラにできないことをすればよくて、まあめちゃくちゃ簡単な例えで言うと、まあ相手のキャラクターの攻撃が届かないところにいるっていうのが一番簡単なことで、なんか CPU と対戦してて、あ、今の攻撃は人間には無理だなとか、その食らったにわかるんですよね、ぶっちゃけ。なんか攻撃食らった後に、あ、今の攻撃はちょっと人間じゃないわ、みたいなのがわかるのよ。俺はね。だからまあそれは別に良くて、それ以外の、いや今のはなんか別に誰かやってきそうだな、みたいな。対戦してれば、別に誰か、今の同じ行動やってくるやついるやろ、みたいなやつは、どれもやっぱ蹴らないとなと思いますね。なんかコンピューターとやってると、なんかその、キャラにできないことを拒否ろとできるんで、拒否ろとして意識を割きながら対戦するんで、なんかよくあるじゃないですか、なんか。MK レオのジョーカー、他の人より 1.5 倍に見える、速さに見えるとかさ。なんかよくある話だと、ガクトさんのネスのリーチが長く見えるとかさ、なんか、いろいろあるんだけどさ、そういう、なんか全一の強く見えるみたいな。そんなことなくて、本来は。誰と対戦するときでも、どんな強者と対戦するときでも、そのキャラにできないことやっちまえば、関係なくて。それがまあ一応 CPU 戦では学べるかなって感じ。まああとは普通に手動かしたいからやってるだけですね。あとね、あれだな。CPU とやるのでもう一ついいことがあって、CPU ってバカだから、まあ、そこでそれやるみたいな。なんかそんなことしないやろみたいな。なんかバカみたいな行動を差し合いとか近くにいるときにやってくるんですよ。で、なんかその、やってくるからこそ、そのいきなり来た、その相手もバカみたいな後付きになる行動に最大をさせるかどうかっていうのが結構、即座に自分の判断が試されるというか、まあ、途端に見せられた相手の大きなリスクのある技に対して、ちゃんと最大を入れられるかどうかっていうのがかなりでかい。まあ、そういうのは、やっぱできるかなって感じ。まあ、あとやっぱオフだから軽いよね。楽しいわ。こいつとかね、対戦してると、このルキアとか対戦してるとね、シールドブレイカーとかパナしてくるんで、ちゃんとそれをガードじゃなくて回避できるかどうかとかね。操作精度はやっぱね、とてもでいいと思うけどな。まあ、やっぱ人と対戦しなきゃって感じもあるから、最初はとりあえずオンラインやりまくってればいいと思うけどね。なんか、どうやったら強くなれますかとかいろいろあるけど、もうね、勝つかなすしかねえよ、とりあえず最初の方は。あ、そうそう、なんか今日ね、なんかみんなが見えてない細かいところがうまいんすよ、ジョイゼって。まあ、ツイッター、まあ、暇だからすぐ眺めてたんだけど、まあ、鉄拳の話になっちゃうんだけど、ちょっと。まあ、なんか鉄拳の、なんかテクニックみたいな。なんか中級者からなんか上級者になるためのテクニックみたいなことをツイートしてる人がいて。で、まあ、俺その人を別に殺してるから別に見てたんだけど、まあ、なんかその人が言ってるテクニック、なんか俺、その鉄拳界では、まだ俺本当に初心者とか、まあ、中級者でもないかな。ギリ中級者はい、でもない。初心者ぐらいなんだけど、俺、まだ全然弱いんだけど、なんか、その人のツイートを見てね、思ったのが、なんか、その人のツイートしてたテクニック自体、見た目めっちゃ地味なんですよ。見た目は。でもやってることは、なんか鉄拳やってるからわかるのよ。あ、確かになるんだけど、ただやってることの見た目はめちゃくちゃ地味なテクニックだったの、それが。俺今日ツイート見たからこの話をするけど、
なんか、そのスマブラにもやっぱあって、その、なんて言うんだろう。いわゆる見てる側のさ、例えばなんかコメントが盛り上がる時とかってさ、やっぱまあなんか、すごいか、見た目のかっこいいコンボだったりとかさ、バーストコンボだったりとか、やっぱ盛り上がるじゃない。でもそういうことじゃなくて、そういう盛り上がらないとこ、人が注目しないような細かいテクニックをジョイゼはみんな、まあ、やってるんだよね。で、その細かいことが結局数こなさないとやっぱ身につかなくて、どうしてもね。だからなんかね、人にね、ものを聞くなら、自分がある程度やった後じゃないと、って思うんですよね、ぶっちゃけ。そのVIP行ってないぐらいの人がさ、どうすれば強くなりますかとかさ、ないのよ。やれとしか言いようがなくて。こっち何千時間、何万時間スマブラしてると思ってんのって。まあなんか、まあスマブラの細かいことって言ったらなんて言うんだろう。まあなんか反転ガードとかね。ガード解除反転ガードとか、まあ俺がよくやることだけど。今みたいなガードの張り直したかね。なんか基礎も備わってないやつに教えることなどないから。反転空母のコツとかよくねコメントあるけど、ねえよそんなコツ。慣れだよな、あれ。誰でもできるわ、練習したら。あの反転空母10時間練習してできなかったらちょっと言って、それはちょっとさすがに教えるわ。でも多分いないから、10時間練習して反転空母出せないです。多分いないと思うんだ。いや、ちょっとね、ある程度やっぱ自分でね、考えてみて、本当に最後に、こちらから知恵を授けるので、最初のね、やっぱなんか手の慣れとかはちょっと自分で、やっぱね、頑張ってください。まあ、トラブやってるとね、意外と発見もあるんでね。なんかね、判断力の速さなんだよね、結局。反応の速さとか、やっぱ言うけど。例えばさ、そうだな。発生30フレームの技をさ、があるとするじゃん。で、例えばそれを見て、30フレームの技のモーションがあるとして、それを相手が押しましたってなった時に、それを見てから、例えば俺なら、その5フレーム後か10フレーム後には、あ、あいつこの技打ったわっていうのが、もう分かってるのよ。見慣れてるから。まあ、30フレームの発生の技なんてこの量なかなかないんだけど、使われることはね。まあ、その例えとして言うけど、ないのよ。その5フレームとか10フレーム経てば、もうこのモーションはこの技だっていうのが俺は判断できちゃうから、残りの20フレーム、30フレームの発生だから、残りの20フレーム、25フレームとかは、に、避けるのよ。判断力が早いから。あ、相手この技だっていう判断するのが早いし、その後何をすればいいのかも判断力が早いから、20フレーム、その相手に何をするかっていう考える余地があるから、その長さ使えてるんだけど、なんかの初心者とかって、今俺が言った5フレームとか10フレームじゃなくて、この30フレームの技をモーション見てから、まず判断するまでに20フレームとか使うのよ。まず。俺が10フレームとかで判断して残り20フレーム使ってるのと反対で、判断するのにまず20フレームとか使うなよ。だから、ちょっとしか反応する時間がないから、その少ない反応しなきゃいけない時間に対応できずに技を食らうとか、反撃が取れなかったりするのよ。だから、反応が早いんじゃなくて、なんかその何が来たかっていうのの判断が早いだけ。だ結局、モーションを見て何が来たのか分かってないから、その後の判断力が遅くて反応間に合ってないっていうのが間違いなくあって、じゃなきゃガードできないわけないからな、俺が。反応遅いなんてことないと思うから。早いかわからんけど、遅いってことはないと思うから。判断力も経験するしかないですね。それは間違いないですね。